おはようございます。今ね、チャーハン作って食べてるんですよ。チャーハン作って食べてる時に多分スパゲティは食べにくいかなと思うんですよ、同時に。で、今回は例えで申しましょうか。こっちの仕事をやりながらネットビジネスをやるっていう風な形でね、取り組む人って多いと思うんで、まあそれはね、全力で両方ともやるっていうのは難しいと思うんですよ。これを例えるならば、2つの車に同時に乗ることはできない、2つの車を同時に運転することはできないっていうのに似てるかなと思うんですよね。うん、あともう一つ例えを言うとすると、出かけるときに靴を履きますよね。靴って右と左は同じものを履くと思うんですよ。でも右に靴、左に下駄ってなかなかやらないと思うんですよ。うん、そこだよ、師匠ね。こっちで今までの仕事を続けながらネットビジネスをする、まあ二足のわらじって言いますけども、ちぐはぐになっちゃうんですよ。ですんで、同じ靴を履いて進むか、運転する車一台にするか、丼物を食べるんだったら1個にするとかね。最初はそっからじゃないですかね。で、両立が可能になる力量がついたら2つ同時並行でもいいんですけども、大抵は一点集中しかないと思うんで、まあつまり稼げない原因ってそこなんですよね。こっちで月に20万稼ぎながら、こっちでまた副収入作ろうとしてるわけでしょ。難しいんで、こっちの20万をちょっと停止した方がいいかなと思うんですよ。うん、そんなのなかなかできないよと思われるかもしれませんけども、そのなかなかできないっていうのをなかなかするようにするのがビジネスの第一歩だと思いますんでね。その足場を変えずに新天地は踏めないと思うんですけど、いかがでしょうか。